皆さんこんこにちは、えー、今回はもう2022年も終わりに差し掛かっているということで、えー、私ちったこと秋元祐希が今年買ったレコードアルバム、えー、何枚かあるんですけどその中から3枚特にはまったもの3枚をご紹介したいと思います、えー、直接、ね、音源流すことはできないんですけどあの YouTube 内に、えー 音源が公式に上がってるものを,、えー、を選びましたので、えー、ぜひ概要欄の方から気になった方は、えー、飛んで聴いてみてください、えー、ではまず1枚目はですね何から行こうかなこれから行きましょうじゃんえー、ラジオでもちょっと今年は多分何回かご紹介したと思うんですけどセルジオ・メンデス、えー、ですね これもセルメン、いわゆる77とか言われてる。あ、よりちょっと前かな。セルメンの70年代のアルバムですけど、これね、アルバムタイトルがね、なんかいろんなまちまちだったりするんですけど、多分セルジオメンデス、アイビリーブって入れると、このアルバムが出てくると思います。セルメンがね。ね、こうやって立ってるアルバムですけど、裏はこんな感じです。うん。このアルバムはね、もう、なんて言うんだろう。 セルジオ・メンデスってね、あのブラジルのピアニストですけど、作曲家、ピアニストって感じですけど、今でもね、えー、元気に活動されてる方ですけど、あの、初期の方はね、えっ、ー、と、ラジオでもかけたかな、それこそトリステーザとかね、えっ、ーえー、と、もっとブラ,ブラジルのボサノバのね、名曲とかを取り上げてることもあったりとか、ビートルズのね、曲をブラジル調に演奏してたりって感じなんですけど、えっ、ー、と、このアルバムに至っては、 えー、70年代に至ってはですね、結構アメリカのソウルに近い、えー、演奏をしている、えー、アルバムが何枚かあって、えー、このアルバムもそのうちの1枚かと思います。というのも、まあ、メンバーがですね、参加してる、ね、楽器人のメンバーがですね、まあ、ハービー・メイソンドラムね、 えもうねね名手ですよ、ね、この年代のねソウル、えー、フュージョンクロスオーバーなどのね、えー、名手ですけど、えー、ハービー・メイソンだったりとかあとギター僕は大好きなデビッド・ティー・ウォーカーがね、えー、弾いてます、うん、そしてベースはチャック・レイニーというねもうねこの3人に至ってはもうね何枚名盤に参加してるんだっていうのねメンバーがやっぱり参加してる、えー、1枚になってます、うん で僕はまあ、これね、スティービー・ワンダーの曲も、そう、2曲ね、取り上げてる感じですし、えー、この中でね、僕が、まあ、そして、あの66でもね、ビートルズのナンバー上げてたりするけど、これでもビートルズのね、ヒアカムザさん、えー、取り上げたりしてます。えー、僕はね、一拍しはもう、これ1曲目、えー、サイド A、サイド1に入ってる1曲目のデイビーという、 曲が一押しです、えー、ぜひ概要欄から読んでまずそ,それから聴いてみてくださいまあアルバムの1曲目なんでねそれから聴くと思うんですけどねこのデイビーに関してはまあマリーナショーねまあさっきのそれこそハービー・メイソンデビッド・ティー・オーカーチャック・レーニーがね、えー、参加してるアルバムでも取り上げている曲ですね、うん、が入ってますとっても、えー、マリーナショーのデイビーも素敵ですけど、えー、このセルジオ・メンデスの「 えー、デイリーもとても素敵なので、えー、ぜひ、えー、聴いてみてください。まずは YouTube で聴いて、<laughs> それから気に入った方はね、レコードで、えー、お聴きになるといいんじゃないかと思います。まあね、僕がね、レコード買ってるような、買ってる理由も、えっ、ー、と、なんて言うんだろう。初めね、やっぱりもう僕ら、まあ、レコードもありましたけど、リアルに売ってる年代ですけどね、僕ね、年齢的に。 えけど、まあ、すぐ CD に取って代わり、そしてね、今では MP3 からまた Apple ね、Apple Music とかの配信でね、えー、聞くことの方がもちろん多かったりもするんですけど、やっぱりその発売当初の音、それに近いね、音、まあ、で聞きたいっていう欲求があって、まあ、やっぱり70年代だったらね、もちろんレコードのために、なんていうんだろう、あ、このね、いわゆるアナログ版のね、 えー、レコードのために録音されて最終的にはそのレコードで聴くようにミックスとか仕上げまでされてるんで、えー、なのでねレコードのために作られた音なんで、えー、レコードで聴きたいっていう感じからね僕も僕はやっぱり70年代とかね60年代の音楽はレコードで聴きたいなと思ってレコードで、えー、手に入れるようにしたりもしてますって感じかなうん。 ね、やっぱり気に入った版だったらね、えー、その当時の音で聞いてみたいということで、えー、探して買ってます。うん、まあね。もちろん、えー、そう。その当時にね。大初版だったりはしなかしないかもしれないけど。まあそれでもね。やっぱりアナログだったらね。近いその当時に近い音で聴けると思うんで。で、えー、僕はそうやって買うようにしてます。はい、まず1枚目はセルジオメンデスのえアイビーリーグかな？ア誰かのタイトルからご紹介しました。 えー、次、何行こうか、あ、これにしよう。うん、はい、じゃじゃん、すごいジャケですね。これはね、<laughs> えー、顔のドアップになってますけど、えー、こちら、グローバー・ワシントン・ジュニア、えー、サックス奏者ですね,、えー、ね。ラジオの中でもサックス、まあ、亜美ちゃんが中澤アミちゃんに呼んで、サックス特集なんかもやったりしましたけど、今年は、えー、グローバー・ワシントン・ジュニア、えー、僕大好きな、えー、サックスプレイヤーです。 えー、その中の代表作とも言えるかな、まあ、代表作って言われてるの、えー、ワインライドがね、えー、あるんですけど、僕が一押し、なかなか押せないな、全部、全部好きだからね、えーまあ、その中でも、まあ、やっぱりミスターマジック、取り上げていきたいなと思って、えー、ご紹介します。えー、今年そう、今年レコードで買いました、これは、そうやっぱり聴きたくなってね、その当時の音で。 うん、このミスターマジックはねもう、えー、先月じゃないな今月のねラジオであのちょっと話題にも出した、えー、いわゆる CTI、えー、クリード・テイラーのレーベル、えー、まあこれ CTI クド・レコーズってなってるけどねこれはね、えー、から出てる、えー、名盤です。うん で、えっと、これはね、あの、もちろんグローバー・ワシントン・ジュニアも大好き、サックス大好きなんですけど、えー、エリック・ゲイルという、ね、ギタリストが参加してまして、えー、それがね、やっぱり一番僕の推しポイントでもあるって感じかな。うん。そして、あの、たまたまね、さっきも紹介したから、ドラムがこれ、ハーヴィメイソンになってます。今までは、アイドルス・ムハーブマド。 が多かったのに、このアルバムはハーブミー・メイソンが参加してますね。うん。で、あのー、全体のアレンジとか、えー、そして LP を演奏しているのがボブ・ジェームスということで、あのー、最初のね、アーストーンズっていう曲はね、もうとってもなんかボブ・ジェームスらしい壮大な感じの、えー、曲なんですよね。そしてなんか全体のトーンが、まあ、ボブ・ジェームス聞いたことある人ならわかるかもしれないけど、そのボブ・ジェームスの 持っててるななんて言うんだろうなちょっと分かりやすく言うと暗いといえば暗い、えー、独特なトーンで始まるアルバムになってます。で、そのね、まあ一応し曲は <laughs>、まあ僕ね、さっき言ったようにエリック・ゲイル、えー、好きなんで聞いたりするね、えー、がね、メイリーフで始める、えー、ミスター・マジックというね、アルバムタイトル曲、えー、サイド2の1曲目かな。えー、もうね、出だしのね、 まあ、ボブ・ジェームスとドラム、えー、とエレピとドラムぐらいから始まるかな、まあベース巻いてるかも、うん、からねそこに、ね、エリック・ゲイルのね、えー、リフが絡んでくんですけどそのリフがねもうたまらない感じでしてもうその時点でノックアウトされてしまうっていうねそうもうグローバー・ワシントン・ジュニアのサックスが入ってくる前にノックアウトされちゃうような、えー、とてもナイスグループな、えー、一枚になってます。ぜひこちらも アナログ。ねジャケットも、まあ、強烈だからね、これが、わあ、かっこいいってなるか、ちょっとわからないですけど、まあ、いいですよね、えー。やっぱりこういうのもレコードの醍醐味だと思うので、えー、ぜひ、えー、まずはね、そう、概要欄に貼ってあるので、えー、リンクをね、えー、そこから聞いてみてください。はい、2枚目は、グローバー・ワシントン・ジュニアで、ミスター・マジックでした。はい、そして3枚目は、 これはねちょっと変わり種です。うん、僕も、えー、知らないほぼほぼ知らないで、えー、買いましたっていうかねえっ、ー、とねペドロ・サントスというブラジルのパーカッショニストの1968年のアルバムですね「クリシュ・ナンダ」って書いてありますけど。 うん、これね、僕が知ったきっかけは、僕ね、やっぱり音楽、まあ知るきっかけって皆さんもね、いろいろあると思うんですけど、ね、例えば、まあラジオで流れてきたとか、まあ僕ラジオでやってんでね、それとても嬉しいですけど、今だとね、やっぱり、なんでだろう、インスタとか、えー、で僕、まあサーフムービーとか、なんでだろう、サーフィン系のインスタ、えー、見るのが好きで結構見たりしてるんですけど、そのね、サーフィン動画の中で、 このペドロ・サントスのこのアルバムの中の一曲が使われてて、すごい良かったんですよ。まあ波の映像とも相まって良かったのかもしれないけど、すごいもうパッと動画よりもその音にもう耳が行ってしまって集中が行っちゃって、わ、なんだなんだ誰だ誰だってなって調べ上げて、え行き着いて買った一枚です。そう。しかもこれはね、もうなんでだろう。 えっと、調べてたら、もうアップルミュージックとかないっすね。YouTube に上がってたかどうだかわかってたんですけど、けどね、もうなるべくいい音質で欲しいと思って探してたら、ちょうど、えっ、ー、と、いつだかで、に、レコードで再発した一枚。まあやっぱり DJ さんとかもなんかね、好きそうな感じのね、まあ、音に仕上がってる一枚なんですけど、うーんと、 そのレコード表とかだと、えー、ブラジリアンサイケなんて言われてる、えー、レコードレビューも見たりもしました。うんうん、それぐらいねまあ基本となってるのはねやっぱりブラジルイアンなんていうんだろうブラジリアンな感じなんですけど、まあ、もちろんパーカッション操作なのでパーカッションも聴いてるしけどねそこにね壮大なオーケストラが絡んできたりとか、えー、と自然の音動物の音だったりとか、えー、とオーケストラだったりとか なんかねもうそれこそまあそれが再建と言われてる理由なんでしょうけどなんかねいろいろコラージュされてるような作品になっててあのー、まあなんか分かりやすく言えばおしゃれみたいな感じにも聞こえるしうんそれこそけど奇妙な感じにも聞こえるしっていう一枚でなかなかねなんかペドロ・サントス自体を調べようと思ったらちょっとなかなか出てこないんですけど、えー、そう。 えー、というぐらい、奇妙だけど、とってもいい仕上がりになってるんで、まだ再発でもなんか手に入りそうな一枚だったので、紹介しました。えー、で、言ったように、あの、YouTube にも、あのー、公式のね、ペドロ・サントスさんのなんかページというかな、音源が聴けるページから、このアルバム一枚通して聴けるようになったので、えー、今日は紹介してみました。うん。そう。こんな感じでね、そう。 僕、まあ、音源ね、知るのね。なんかね、やっぱり、街中でもそうなんですけど、結構音に耳がね、いってるみたいで、流れてきた、えー、もの、なんだなんだって探して、こんな感じで、えー、一枚買うに至ってるのもあります。うん。そんな感じで、じゃあ,あの、僕の音楽も聴いていただけたら、とても嬉しいなと思うんですけどね。うん。はい。というわけで、三、えー、3枚目は、えー、ブラジルのパーカッション。 奏者ペドロ・サントスの「クリシュ・ナンダ」えー、ご紹介しました。はい、えー、というわけで最後にちょっと宣伝になっちゃいますけど、えー、まあ僕はねレコードアナログまあ前からあのー、まあごくごくたまにね友達の DJ に付き合ってとかで、えー、DJ で、えー、レコード流すっていうのもあって、あのーまあ、常時聞いてたわけなんですけどやっぱりあのここまでレコード一生懸命。 えまたね、聞くきっかけになったのが、去年、僕自身がね、サーフスティープレイヤーズでアナログリリースえーするのがやっぱりきっかけになってるんで、最後にえ一応というかご紹介したいと思います。こちらがえピンクシャドウとマジックステップが入ってるえーサーフスティープレイヤーズのえー7インチレコードですね。こちら、タイムレスという京都の えー、レコードレーベルが出てますので、こちらまだ通販で若干手に入ると思いますので、えー、ぜひそちら検索してみてください。そして、こちらも去年出た、えー、サーフシティプリーズの、えー、サマーブルーと、えー、サマーストーリーかな、が入っているアルバムになってますので、えー、こちらのリンクも2枚のね、リンク、えー、概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらにも飛んてみてください。はい、というわけで今日は、 今年はまったレコード3枚ご紹介いたしましたまたこういうのもやってみたいと思いますありがとうございました